はい、チープロジェクトへようこそ、チーさんです。コーヒートークエピソード2、続きやっていきましょう。10月3日、衝撃的なリークの発覚を受け、ファイヤー長官が辞任。お、なんかファイヤーになんかあったぞ。米国実業界のセレブ一家の跡継ぎが嫁選びをめぐり感動殺人も新たな侵略的外来種か。ほう、わーお、今日も天気悪いね、最終日なのに。友達いる。あ、ルーカスだけ2だ。あれー、あー、ベイリース、なんか動画上げてる、最高。あ、待って、ハイドが写真上げてる、ガランの写真を撮ってる、最高だよ。あ、最高だな。あれ、シルバーさんびっくりしてる。なんだかんだ好きでこの業界にいるんですよね。だから楽しみながら前進し続けるんです。アクアンとこなんか微妙だな。私なんか多分何かをやり残している。いや、レイチェルとあの CD なんだろう、あれシルバーさんたちかな。で、右のカメラは多分ハイドか。で、結婚式のルアたちでしょ。あの真ん中のやつ招待状だよね。なんか足りんな、いろいろ。お、ニューストーリーズ終わりました。昨日の飲み物見ましょうか。あー、いいね。さあ、お水開けていきましょう。なんだか既視感のある夜だ。お、ジョルジ巡査。よう、こんばんは、ジョルジ巡査。調子はどうだい。つか、こりゃ何の音だ。外の雷は別にしてよう。あれ、これやっぱり出ちゃう。どうしたい。いや、なんでもないよ。今夜は準備万端だから二度と停電は起きないはずだ。そいつは朗報だぜ。へっ、そういやよ、だんだんこの天気が好きになってきてな。そうなのかい。そうなのさ。そりゃあまあ、ずっとこの調子だったら嫌だけどな。けどよ、最近は雷の音がもう耳障りじゃねえんだ。興味深いね。今はどんな風に聞こえてるんだろう。そうだな、うまく言えねえや。とにかくもう怖くねえんだよ。それはさておき、何か頼んでいいか。もちろんだよ、何にしよう。俺が2週間前に頼んだやつをまた作ってくれ。はぁ、覚えてないよそんなの。ああ、大体な。確かこの店に入った新しい茶をおすすめされてよ。なるほど、あの時か。そういや、変わった色をしてたな。じゃあまあ、あの日に作ってくれた一杯を頼むわ。ジョルジ巡査、私を舐めてもらっちゃ困るね。私はこのゲームも全部メモを取っているのさ。ちょっと待ってね。ジョルジ巡査はブルーピー、ブルーピーティーを飲んでいる。多分1日、いっちゃん最初の日だな。違ってたらどうしよう。私はこれを出したけど本当の答えはこれじゃなかったらどうしよう。まあいいや、どうぞ。巡査のために入れたアントシアニンたっぷりの一杯をどうぞ。なんだって。アントシアニンだ。それが青みを出すんだよ。へえ、そうかい。今飲んでもやっぱ草っぽい味だな。けどうちの娘が言うにはストレス解消にいいらしいな。そうなのかい。巡査は今ストレスを。いや、早がてんすんなって。うちの娘がこいつが大好きなもんで、どんな味だったか確かめたくなってよ。ああ、そうなんだね。まあ、ブルーピーは大抵他にいろんな材料を混ぜて飲むんだ。テイスト的に大変おおらかでね、大抵の素材とよく合うんだよ。色も綺麗だしね。ああ、そのようだ。それってストレートで飲んだら草っぽいだけの味気ない一杯になっちまうからか。ご名答だ。そしたら娘さんと仲直りしたのかい。なんとなくな。それはよかった。それで調子はどうだい。
仕事の方は？仕事か？つってもまあ数日前にこの店に来たばかりなんだが、実はあれからいろいろとあってよ。というと？へへ、そう、慌てんなって店長さんよ。今はまだこの物語を仕上げる主役が揃ってねえのさ。他に誰か来るのかい？もう二人な。そういうことなら。けど物語を仕上げるってどういう意味だい？まあさっきも言ったが、ちょいといろんなことがあってよ。俺一人だけじゃことの全容を語れねえのさ。なるほど。リオナかな？けどな、ち。この老いぼれはここんとこ川のよどみの中で生きているような気がしててよ。やっと流れに乗ったと思ったらすぐそいつが川でも水たまりですらないことに気づくんだ。むしろそいつは泥沼で年々泥が積み上がってくのさ。でまあその老いぼれがどんだけ必死に泥をさらっても努力が実を結ぶ前に水が干上がっちまうんだよ。何度やっても。で川底に取り残されながらたまに流れてくる雨水だけでなんとか生きながらえてたんだ。ああ。ところが一度大雨が降った後、その老いぼれは小さな希望を見つけたのさ。別の流れへ向かって一本のか細い線が伸びていたんだ。老いぼれがもともと行きたかった方へとよ。言ってることわかるか？そう思う。ああ。あ、ルーカス。チャッス、ルーカスさんご来店。よ。どうもどうもどうも。それとおやすさん調子はどうよ。会長だぜ。やけにテンション高くねえか。いつもじゃん。とにかくまおやすさん先にどうすか。そいつはこっちが聞きてえよ。なんでそんなに元気なんだ。そっか、そうだよね。そのこと説明しないといけないよね。けどその前に、親愛なるちいさん、何か頼んでもいいかい？なんなりと。よっしゃ、そしたらブルーピーのラテにしようかな。超絶生かしたラテアート付きでね。やめてやめて、ラテアートできないんだってば。あ、待って、メインかもしんない。あ、ミルクブルーピー、ちょっとお待ちよ、少々お待ちよ。ようにないならないんだからな、これ。ほい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 。もうそれっぽいのは作るけど。オッケー、はい、どうぞ。お待ちどうさま。ルーカスさんのために作ったブルーピーラテの傑作付きだ。傑作だって、すごい自信じゃん。いいね。あ、セルフィーしないで。とにかくま、いただきやす。これうま、ありがとうち。で、兄ちゃんの調子はどうよ。バリバリオッケーだって。おやすさん、姉さんと待ち合わせなんだ。ああ、リオナさんが来るのかい。そうそう、もうすぐ着くはずだけど、ここ何日か二人ともマジ忙しくってさ。昨日の夜なんて一睡もしてないし。なぜだい。ネタの仕込みで忙しいってとこかな。チッチ。おい、何なの。兄ちゃんがやり手なのは知ってら。スケジュールだってきっととんでもねえことになってんだろうよ。けどな、そういう不健康な習慣に他人を引きずり込むってのはどうかと思うぜ。バンシーの生態のことは知らねえが、リオナさんは夜、深夜の配達をしてなかったかい？おっと、たまに朝まで配達に出てるんだ。だったら気にすんな兄ちゃん、俺が今言ったことはそっくり忘れてくんな。ひゅー、びっくりさせないでよ。もう今度はどんなヘマをやらかしちゃったか焦ったじゃん。はっ、兄ちゃんをからかっただけさ。二人とも大人だしよ、説教癖、老いぼれ純さが
若えのを騙して遊んでただけさ。それでもよ、二人が話をしてんならよかったぜ。あの最初の晩の出会いのことを考えたらな。いやいや、ほんとそうだよね。だから俺、また俺バカやっちゃうのか。まあ、今日神々ごめんなさい。だからまた俺バカやっちゃったのかって淡くったわけよ。俺ってたまにぶっ飛ばしすぎて周りが見えなくなっちゃうからさ。そういう時もあるさ。そういう自覚があればいいんだ。そして気づいた時にすっと一歩下がればいい。りょりょ。なら徹夜してたのはこの間投稿した新しいポッドキャストのためかい？あ、そうそう、見てくれたんだ。どのポッドキャストだ？リンクは俺の友達を見てね、おやすさん。あれってポッドキャストだったのか？え、おやすさんも見たの？マジかよ、嬉しくて飛び上がっちゃうわ。俺はてっきり幽霊狩りかなんかのビデオかと思ったぜ。画面がやたら暗くてよ。そしたら暗すぎたんだ。フィードバックありがとう。けどまあ、おやすさんが幽霊狩りって呼んだセクションは確かにちょいっと流れで撮ったやつでね。けど全体的にはどうだった？チーもさ、感想聞かせてよ。あー、それがダメ。投稿に気づいただけで動画はまだ見れてないんだ。申し訳ない。あー、そっか。けど謝らないでよ。でもでも、時間ができたら見といてね。もちろんだ。俺の方はだな、あれは幽霊狩りの動画だと思ったんです。わかるだろ、最後まで見れなくてよ。そっか、なら仕方ないか。うん、わかるよ。でもよ、うちの娘は最後まで楽しんで見てたぜ。うわー、そりゃ嬉しいな。レイチェルも出てたと言ってたぜ。どういうことだ？レイチェルさんが？そうなんだ、レイチェルが初回のゲストでさ。ああ、そしたら、この間の夜に3人で話した後すぐその動画を撮ったのかい？そういうこと、流れで撮ったってのはそういうわけ。けど、幽霊狩りのコーナーは一部だけなんだぜ、おやすさん。あれはただの客寄せっていうかさ。実際の話は知ってら、娘が要約してくれたんでな。あの通りとあの木のことを話したんだろ？そうそう、それだってそれって計画の一部じゃん。ん？あ、いらっしゃい。いらっしゃい、リオムさん。こんばんは。姉さん待ってたよ。よう、こんばんは。こんばんは、皆さん。道が混んでたの？ううん、違うの。一件配達が差し込んじゃって、それでちょっと遅くなったの。ごめんなさい。いいっていいって、俺も今来たとこだしさ。何か飲むかい？ええ、お願いするわ。マイルドなコーヒーを、できれば蜂蜜たっぷりの甘いやつをいただこうかな。はーい。これ一番最初にいたメンツか。よく考えよう。待って、蜂蜜コーヒーになっちゃった。あのビーンズパピーってやつかな。ビーンバズイか。足りないような気がするな。違うな、蜂蜜コーヒーで良さそうやな。じゃあ、はい、どうぞ。何も言わずに飲んだな。それって俺も昔よく頼んでたぜ。そうなの？で、二人して実際何やってんだ？こっちの兄ちゃんは徹夜続きでなんか企んでるみたいだしよ。あんたも関わってんのかい？そうね。けど私はいつも夜働いてるから。ほらね、言ったろ。つか何よ、おやすさん、終わった話をまた蒸し返してさ。一体どういうわけ？説教くせえ老いぼれ純粋子をもうちょい続けたくなってな。それ。そうだ、ところでよ、
パイの店のことを教えてくれて感謝だぜ、リオナさん。どういうわけか見逃しててよ。それってディスコパイのことかい？ああ、深夜まで空いてるとこだ。隣のパブの営業時間に合わせてな。おかげでうちの娘は今、俺の帰りが遅い時でも自分でパイを買いに行けるってわけさ。なるほど、そいつはよかった。叱って言うけど、この店の常連をライバル店へ流そうとしてるわけじゃないのよ、ち。いやいや、いいんだ。ライバルってなんだよ。当店でも食べ物を出すべきか。二人だけの秘密かよ。俺も置いてけぼりっす。とにかくまあ俺の友チルをフォローしてるならすでにご存知だろうけど、今度新しく Vlog プラスポッドキャスト的なやつを始めたんだ。そうらしいな。うちの娘が昨日最初のエピソードを見てたぜ。気に入ってた？夢中になってたよ。バカでっかい笑い声がこっちまで聞こえてきたからな。よかった。それでその Vlog プラスポッドキャスト的なやつってのは何なんだい？ああ、聞かせてくれ、詳しくよ。俺が見たのはそのエピソードの中の兄ちゃんが歩き回ってるコーナーだったな。ポッドキャストっていうのは音声だけじゃねえのか。生で聞かなくてもいいラジオみたいなよ。最近は動画付きのポッドキャストも増えてるんだ。それでも喋りが肝心なのは変わらない。で、そのエピソードの後半ではドライブしながらのポッドキャストもやってさ。だからそう、基本的には同じエピソードで2度楽しめるみたいな感じかな。音声だけのバージョンと動画配信サービスに投稿される動画付きのフルバージョンとでね。ああ、なるほどな。一度に両方のバージョンを作るのは大変そうだ。入念な下準備が必要になるんじゃん。そうなんだけど、やるのはこのルーカスさんだからね。この俺のレベチな編集テクと話術のおかげで音声だけのバージョンでもライブ感のあるセッションを楽しめちゃうんだな。なるほど。けど魅力的なエピソードにするにはリオナ姉さんの耳寄り情報が欠かせない。そいつがないとエピソードとは成り立たないんだ。姉さんの声ってなぜかマイクの響きがいいんだよね。ナレーションへの編集が楽しくて仕方なかったよ。それとさ、レイチェルは初回のゲストとして最高だったよね。新曲もこっそり聴けるんだ。それもあってとんでもないビュー数が集まったよ。そうなのかい？それはすごい。けど果たしてマネージャーさんは許可してるのか。多分無断だね。けどまあレイチェルはこの道のプロだしさ。なるほど。二人が何日も寝てない理由が分かって。大したもんだぜ二人とも。でよ、リオナさん。はい。兄ちゃんと一緒に番組をやるっていう新しい試みは楽しいかい？そうね、今のところは楽しんでるわ。新しい技術もいろいろと学べるし、だから前向きに続けていきたい。同時にオーディションの話も探しながら歌唱力を磨いていくの。いい話だ。そんだけ分かりゃ十分さ。で、初回の配信では他に何を？では今から見てみましょう。っていうのは冗談だよ。いつでも好きな時に見てよ。ああ、店を閉めたら見よう。そしたらルーカスさんはこれが計画の一部だといい、ジョルジ巡査は物語を仕上げるにはこの店に主役が集まらないといけないと言った。一体どういうことだい？おやすさん、よければどうぞ。んじゃあまあ、俺から話すぜ。チーヨ、数日前に話したことを覚えてっか？どの部分だい？お前さんとガラに根も葉もない噂とメディアのデタラメのどっちがいいか聞いたろ。お前さんは答えなかったけどな。ああ、そのことか。今思い出してる。巡査は確かそれらを組み合わせたらどうかと言ってたよね。そうそう、それでこの俺とリオナ姉さんの出番ってわけ。ほう。おやすさんから悲しきパンクマと会ったって話を聞いてさ。そんで事件の全容を知ったんだ。パンクマさんの目的もね。あの二人にとっても友人のことが悪く記憶されちまうのは本意じゃねえ。だよね。彼らは記憶を風化させたくないだけ。それだけのことなんだ。
で親父さんと話した後思いついてさ、あのパンクマの事件を町の伝説へ変えるアイデアをね、新たな都市伝説にさ。もちろんあの二人と犠牲者の遺族の許可を得られたらだけど。犠牲者の遺族、巡査さんに遺族を知らないかって聞かれて見つけ出せたの。リオノさんが？そいつはすごい。どうやって？私たちは似たような波長を持ってると言ったら伝わるかしら。時間はかかったけど、なんとか遺族までたどり着けて。なるほど、そういうことか。ならルーカスさんはあのパンクマの事件を都市伝説に変えようとしてるんだね。そういうこと。大抵の都市伝説はこんな話があってみたいな形で始まるわ。そして真実と誇張が混ざり合いながら語り手から聞き手へと引き継がれていく。伝言ゲームみたいにな。全てが嘘の場合もあるけど、大抵は教訓的な話になっているものよ。ああ、けどこの都市伝説の一番の魅力は全部マジモンの事実だってことさ。ちょちょいと微調整しただけで新たな都市伝説へと生まれ変わったよ。なぜ微調整したんだい？そりゃあ話をぼやかすためさ。いろんな人に興味を持ってほしいからね。一度に全部説明しちゃったら他人を引き込む謎がなくなっちゃうじゃん。つかみで興味を持った人って自分でも詳しく調べようとするもんでね。そしてこの話の場合、例の木には実際に長い歴史があるわけで、そういった情報を探っていくうちに深い沼にはまっちゃったんすわ。配信ネタを探してる連中もこの話を知ったら喜んで飛びつくよ。きっとめちゃくちゃバズるね。そうなればあとは押して知るべしさ。彼らのご友人の記憶に新たな命が吹き込まれるんだ。わかる気がするよ。昨日の回でもあの話に触れたのかな。軽くね。今後何回かのエピソードに分けて詳しく語っていくつもりなんだ。まずは反響が広まるのを待たないとじゃん。ぶっちゃけ効果てきめんだろ。うちの娘にもあのことを根掘り葉掘り聞かれたからよ。あいつはこの話の出どこが俺の事件だと察して、学校でも友達なんかにあの動画のことを話して回ってんのさ。もちろん親父が関わってることは伏せた上でな。抜け目ない娘さんね。けどうまくいきそうだ。そういうこと。これってすごいよ。妹さんじゃないわ、娘さんにお礼言っといてよね、親父さん。あ、なんなん。そいつは全く新しい試みだけど、とても興奮させられるよ。なぜ狙い通りに成功すると分かったんだい？分からないよ。たくさんの人の興味を引きつけるってのはそんなに簡単なことじゃないからね。ん？けどルーカスさんは自信がありそうだし。それはきっと何事も実際やってみないと結果は誰にも分からないから。言えてるよ。けどまあ本当に良かったぜ。二人とも新しい挑戦へと舵を切れたみてえだしな。わかんねえぜ、いつか俺だってやるかもしれねえ。おやすさんもインフルエンサーになりたいな？へっ、冗談よせやい。そうじゃなくて新しい経験をしてみるってことさ。私立探偵ジョルジー・ウィリアムスなんてどうだい？おお、それって本気かい？マジで言ってんの？いや冗談さ。多分な。意外と本気なんじゃん。けど巡査さんに向いてそう。清き一票に感謝だぜ、リオナさん。私そろそろ行かないと。なんでよ。今朝からろくなものを食べてなくて、てんてこまいの一日だったから。いいよ、そしたら行こっか。あなたは残ってて、その辺で軽く食べたら戻ってくるから。いいから行こうぜ、俺たちパートナーなんだし。それに話し合うことが山積みだしさ。まあそれもそうね。そしたらあなたさえ良ければ。けど待った、その前にG最終試験を受けてもらいます。試験かい？そうさ、ぶっちゃけ俺この店ってガチすげえって思ってんの。俺史上ダントツで1位だね。熱心な常連さんたちもいるしさ。てなわけで豪華絢爛ルーカス公認の5つ星プレートをこの店に送りたいんだ。それはなら本当だったわけか。
え、どういうこと？なんでもない。ということは、うちの店が町のホットスポットに選ばれたってことかい？この最終試験に合格できたらね。てなわけで、俺の好みをバッチリ踏まえた特製の一杯を作ってもらえる？もう少し詳しく。結局のところ、店と客ってのは顔なじみになればなるほど関係性が深まってくじゃん。だからそう、店長さんが俺について知ってることから一杯作ってもらいたいなって。今俺はもうコーヒーはあまり飲まないけど、今でもカフェインを欲してる。そうだね。それと甘いものに目がなくて、たまに食事を抜いちゃうから胃を守ってくれる濃厚なやつを加えることが多いかな。その全ての条件を満たす特別な一杯は何でしょうか？難しいこと言い出したな、こいつ。全くもう。コーヒーは抜き。消去法だよ、こんなもん。甘いもの、甘くて胃を守ってくれる濃厚なやつ。胃を守ってくれるってなんだろう。蜂蜜とカフェインか。うわ、あ、でも5つ星だから良くない？これ5スター今ピンときた。なんかでも抹茶ってカフェインあるんかな。あ、うまそうだ、ゼニーちゃん。この一杯って名前あるの？君のお墨付きを得るために作ったから、5つ星の5スターと呼ぼう。どうだい？正直に言っていい？完璧だよ。あ、やったー。いや、マジでさ、ルーカスの5つ星を与えるに値しちゃうよ。値しちゃうね。じゃ、乾杯。あ、よかったー。うわわ、熱っ、やけどするってな。何を一気に飲まなくても。そろそろ私たち、ていうか私は帰らないといけなくて。了解、そしたら行こっか。まったね、おやすさん。いろいろ頑張ってちょうだい。お二人さんもな。おやすみんち。また近いうちに来るわ。お気をつけて。もうね、わかんないからね、ベースだけ見た。さてと、これでお前さんと差し飲みだ。こちらは問題ないよ。けどすぐ行かねとまずいや。呼び出しを食らったぜ。仕方ないさ。お？あ、フレイヤー。あー、こちらはですね、コーヒートークの前作に出てきた主人公格です。いや、フレイヤーか、最後は。あ、嬉しい。こんばんは、コーチ。じゃあした、フレイヤーさん出たな、緑髪の妖精さんよ。どうも巡査さん、久しぶりだね。世界中を飛び回ってたって聞いたぜ。世界中ってのはちょっと言い過ぎだけど。うん、あちこち行ってたよ。久しぶりに会えて嬉しいよ、フレイヤさん。へさてと、できればおしゃべりを続けてえが、初夏のお呼びがかかっちまったんでな。それって残念、会いたかったのに。だったらまた今度だね、ジョルジ巡査。だな、ちゃんと店長さんに話すんだぜ。いいな。またなち。分かってますって。あ、なんか最初の日になんかあったね、渡してたね、フレイヤーが巡査に。そしたら我が相棒で良き友人のちーさんにお伺いします。調子はどう？戻るなら戻ると、なぜ知らせてくれなかった？いきなり攻めないでよ。本当にギリギリで決まったことなの。私だってこんなに早く戻るつもりなかったし。そしたらなぜ予定より早く帰ってきたんだい？それはまあ、一杯頼んでから話そうかな。そうだ、私がこの店で最初に頼んだ一杯を覚えてる？エスプレッソかい？ご明察、記憶力いいな。あの夜も今みたいに大雨が降ってて、お店がみんな閉まってて困ってたら、このお店がふと目に入ったんだ。チーの入れたエスプレッソは人生で最高の一杯だったな。ありがとう。てなわけで、エスプレッソを一杯いただこうかな。はいよ。
げえ、ここに来てフレイヤが。ルーカス最後までいった。コーヒーはもうやめ。焼きそば、なんでも。アベンジャー、スティーブン・フォールドのバッドカウンティ。ソミーのアルファセブン。ベッター、グーグー。すごいな。あ、ここにはいないんだ。フレイヤー、友達いる、やってない。どうぞ、フレイヤーさん。ご所望のトリプルショットのエスプレッソだ。やったね。あー、これこれ、この奥深いアロマとキレッキレな風味と。ありがとう。そしたらジョルジ巡査が帰り際に言ってたことを聞かせてくれるかい？どの部分のこと？ちゃんと店長さんに話すんだぜの部分だ。あ、それね。うん、そのことか。その実はもうすぐライターハウスに引っ越すの。それがすっごく遠くにあってね。なんだって？だよねだよねだよね。なんかもう勢いでわって決めちゃったの。言いたいことはわかるよ。昔の仲間と先月申し込んだの。ほら、どうせ入れないと思ってさ。そしたらなんと審査に通っちゃったわけ。偶然たまたま今年の入れ替わり時期に合わせて。てなわけで、これから急いで荷造りして準備しないといけないんです。詐欺じゃないよね？もちろん違うよ。どのくらい滞在するんだい？わかんないけど数ヶ月くらい。けどその後も旅を続けようかなって。なるほど。ちいさ、今悲しい？いいや、一人で泣いたりしないでよ。大丈夫だと言ったろ。ちょっと、もう。とにかくさ、私がいない間に何かあったか聞かせてよ。私に語られるのを今か今かと待ってる。濃密な物語がてんこ盛りのはずでしょ。あ、それはもう大変だったよ。だったら話して、今すぐ全部。わかった。あれはそう、今から2週間前。ちょっと待って、友達いるの？あ、リオナだ。ご飯食べに行ってるな、これは。アクアは時にマートルの助けを借りながらゲームの制作を続けている。二人の息はぴったりだ。シルバーとアマンダの旅は当人たちにも想定外なほど遠くへ向かい、ロンドン、シドニー、モンゴルの大草原からパールも写っているセルフィーが何枚も来た。ハイドは幻想的で繊細なウェイティングフォトグラファーとして、ウェディングか、シアトル中で評判になり、ガラによくそう呼ばれて憤慨しているが、胸中はまんざらでもなさそうだ。あの格好で写真化してるの？ルアとベイリースは大きな窓と小さな庭と予備の寝室がある小さな家を買った。今はベイリースの仕事部屋になっているその部屋はいずれ本来の役目を果たすことになりそうだ。子供部屋か。ネコチェルのニューシングルは予定通りリリースされ、アレミーとのコラボは成功に終わった。評価は賛否両論だったが、熱心なファンは新作を気に入っており、レイチェルは納得顔だ。ルーカスとリオナ初のビーロイキャストはぶっ続けでの、配信ながらレイチェルの出演効果もあって大成功に終わった。現在はルーカスのチームも制作に加わり、いずれはこの街やコミュニケーションをなんだって盛り上げていくつもりか。事故の話が口づてに広まり、一つの歴史が都市伝説となって生き続ける中、現地に、追託碑を建てる署名活動が行われ、一体の都市啓発にごめんなさい、読み切れない、ストップかけたのかな。はい、というわけでコーヒートークエピソード2、ブルーピー&ハイビスカスだったかな。はい、こちらで終わりになります。1周目はねでやっぱりこのゲーム、まだまだ
あの、まあ、見てないメッセージが多々あると思いますので、そちらもね、やっていきたいと思っております。いやもうね、コーヒートーク音楽がほんまに良くて、であのこういうノベルゲーではあるんですけど、読んでいく中でこう人々がちゃんと考えて葛藤して喧嘩してぶつかって、でこう各々の道を目指すっていう、そのなんかドラマ性が本当にいいんだよね。あの前作はあの最終日に出てきたフレイヤが、まあ、作家になるっていう話が大元だったんだけど、今回はなんかそんな、ああいうなんか大元っていうか大きい一本の物語っていうのはなかったから、余計にこういろんなキャラクターに一日一日思いを移しつつ、まあ、なかなかみんないい感じの方向には向かってるんじゃないかなと思っております。あとはなんだろうな、一番ちょっと心残りだったのは、いっちゃん最初に来た時のハイドのオーダーと、あとあのルーカス の, あのハンドスピナーのあれ名刺というか連絡先がポロッと消えたのがちょっと気になってるかな。そのぐらいかな。多分あれもなんか意味があった、誰かに渡せば何かの意味になるんだろうけど、はい。And you、 ありがとうございます。そうだね、ちょっとその辺も回収していきつつ、はい、まあ、このまま回収するか、いや長くなるか、次の動画に行こうはい、あ、これエピローがあったんだ、忘れてた。ん、あ、リオナさん、リオナさんこんばんは。こんばんは。だいぶ前にこの店で落としたものがあって、今日はそれを取りに来たの。そうなのかい、それってなんだい。いいのよ、もう受け取ったわ。この席の下にあった。本当かい。うん、そこは閉店前にいつも必ず確かめているんだが。誰だって時には見落とすわ。何度もやって慣れきっている作業ならなおさらね。確かにそうだ。思うにこれはもっと入念にチェックせよという天の叱責かもしれない。それはどうかわからないけど、いずれにせよあなたは何か面白いものを見つけるって気がする。全てを完全に理解する可能性だってありそう。あるいは全員をね。ん、何か言ったかい。素敵な夜を、ち、あ、おう、お気をつけてリオナさん。さてと、今夜はもうお客さんは来ないかな。そしたら点検でもして。ん、何の音だ。引き出しの中から聞こえたぞ。え、まさか、え、え、え、消えたはずのものが残ってるけど、確かにこの間は一体どうなってるんだ。え、何、どこ、ないよ、ないない。待って、ごめん、変な時に開いたからバグったかもしんない。あ、待って、止まったはい、というわけでですね、ごめんなさい、サブタイトル間違えてました。コーヒートークエピソード2ハイビスカス&バタフライピーでした。すいません、ブルーピーじゃありませんでした。はい、まあ、1週目こちらで終わりということになります。はい、次回はですね、渡せてなかったものを渡していきたいと思っております。多分トゥルーエンド的なものに行くんじゃないかなと思っておりますので、よろしければそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ジェイさんでした。